はい、どうも、竹本京太でございます。本日は、麻婆豆腐の前、この間麻婆飯、上から残したミンチに、トマトピューレ、山椒とかちょっと混ぜて、あとチーズね、とろけるチーズ混ぜて、タコライスみたいにしました。野菜はサニーレタス、大葉、三つ葉、パセリ、トマトぐらいかな。で、ゆで卵です。だけで、いただきます。混ぜよう。タコライスみたいなのを混ぜても絶対うまいからね。トマトはね、1個使って半分をこの、上の、そぼろに混ぜて、半分は生で。はい、いただきます。うまい。こんな時に手つかない。なるか。うまいです。あったかいご飯の上に細かく切ったレタス、大葉、三つ葉を乗せて、トマトも乗せて、で、そこにちょっとちょいマヨ、ちょいマヨして、とろけるチーズ乗せて、あったかいそぼろを乗せました。うん。うまい。タコスタジーじゃないですけどね、麻婆なんで、トマトソースね、トマトソースとトマト入れたことによってなんちゃってぐらいになってます、うまいな。野菜もたっぷりとるといいですよね、とか言いながらレタス1枚しか入ってないけど、レタスに関してはうん、卵は箸休めになる。まあ、箸使ってへんじゃん。うん、おかゆやん、おいしい。
パクチーとかこんなの入れても多分美味しいと思う。今月末に人間ドックがあるんで、ちょっとそれを意識したメニューと、そこの数日間飲んだりとかしてたんで、飲みにくいだったんで、体重が増加しちゃったんで、体調管理とかね、していきたいと思います。前回人間ドック行った時は非常に最悪な状態で行ってるんで、前回よりはマシだと思って、毎年人間ドックと人間ドックって出てるから、見つかっても大津じゃないであろうと勝手に思ってんじゃないですか。うん、あれがいきなり見つかってやばいですって言われることはない気もする。30代の仲間の時に初めて出た時は一回も出たことなかった。もちろんね、初めてだからね。結構何か見つかったらどうしようと思ったけど、そっからは2年ごとぐらい出てたから、最近はちょっと気をつけようって、気をつけようかなと思う目安ぐらい、出てますね、だけど暴食ちょっと最近ねしてたから心配です。というわけで、とても社長会麻婆タコライスですね。麻婆、タコライスじゃないかな、なんちゃってタコライス食べました。ごちそうさまでした。おいしかったです。熱い。元気いいな。